ません、はじめセンター室からお願いいたします。こちら目線お願いいたします。笑顔でお願いいたします。ありがとうございます。お二人の理想の夫婦はということで、結婚20周年にこう向けてお二人の理想の夫婦像も合わせて教えてください。はい私は俺にアイコンタクトをせん最近ね、はい、ツイッターでちょっとバズってるご夫婦がいらっしゃって、でそれを見てね、そういいなと思ったんだよね。そう、赤井さんなんですけど、赤井秀和さんとよしこさん の, あのツイッターのやつがすごくそう、なんか見ててすごい素敵だなと思って、でそれをちょうどあの朝話をしてたら、うん、爪切ってって言われてわかる？それ飛ばしすぎた話。話飛ばしすぎました。赤井さんは人生で自分で爪切ったことないんですって。そう、奥さんが切ってあげてるんですって。でそれを見て、ねえねえ爪切ってちょっと私は朝追っかけてきてねで爪切って血出たら怒るでしょみたいなそうそうそう、そんなやり取りをしてたんですけど、やってましたね。いやなんか本当に素敵だなと思って、なかなかね、あれもあの赤井さんとこもお子さんが3人いらっしゃって、うん、子育てが終わった2人の時間ってやつやんか、うん、だからそういうのを踏まえて、うちらも子供たちが育ったらああいうのいいねみたいな。そうそうそう、はい、でも小遣い制になっちゃいますよ。そうなんですよね。めっちゃ見てたじゃないですかそれ朝見てたでしょ。そうなんですよそう、そういうのもなんか楽しいじゃないですか、はい、なんかすごいほんわかして、僕の赤井さんも僕のウルトラマンの時のお父さん役だったんで、すごくなんかこう親近感があって見てたんですけども、やっぱあれやっぱバズるもんね。うん、いや見ててなんか素敵と思って、ほんわかするもんね、うん、はい、理想です素敵なお話聞かせていただきました、はい、以上でフォトセッション終了となります。杉浦さん、辻さん、今日本当にありがとうございました。ありがとうございます。ではどうぞご登壇ください。ありがとうございます。あ、手をつないで、あ、素敵ですね。最後の最後までとっても素敵です。ありがとうございました。